マチコさん、どうもこんばんは。動画の方ありがとうございます。そうですね、お亡くなりになった例のご夫婦の方には本当にお気の毒としか申し上げようがないんですね。で、まあ、かくいう私も会社を20社ぐらい潰してきまして、それぞれ思うところはあったんですけども、いわゆるね、新型コロナウイルスなんてなくても会社は潰れてきたんですよね。だから今回みたいな感染症に対しても、いろいろ思うところがあるんですけども、まあ、会社は潰れても人は潰れないんじゃないかなと思いたいなと、そういうところもあるんですよね。でも実際自分の会社とか店とかがなくなっちゃうと、なんかね、その若子みたいな感覚になるんですよね。まあ、いつでもね、命があれば復活はできると思うんですけども、それも、まあ、残りの人生の時間がなくなってくるってことを考えると、いつまでもいつまでも復活できるとも限らないんで、きっとね、お亡くなりになったその方、ご夫婦っていうのは本当にじくじたる思いがあったんだろうなと思います。さあ、それで、まあ、現政権のことですけども、私はまあ大前提としてね、選挙に行った方、行かない方、誰かに投票した方、またね、それぞれの信じた人に投票した方の結果が今与党自民党を作ってると思うんですよね。まあ、ですので誰にも選ばれてないのに、誰からの票も入ってないのに、今のような政府ができてるとも思えないんで、たまたま私個人的にはね、現在の自民党からは恩恵を受けてませんけども、ただ私の知らないところで多くの方が今の国のありようからものすごくね、利益を得てるんだろうなと、なんかすごく良いと感じてるんだろうなと気がします。支持率が例えば 30% だとすればですね、3割の方がいいんじゃないのって言ってる。これは結構な大きな数字だと思うんですよ。で、そうは言ってもね、いろいろとご不安なこととか考え方がある中で、私たち国民は団結してね、権力に立ち向かっていくことはできると思うんですけども、いかんせん心の団結っていうのがなかなかできないと。国民単位では、自分のことはね、まあ棚に上げてって言い方になりますけども、人の欠点を挙げつらう方がもしかして多いとしたら、そういう人の声を誰が聞いてくれるんだろうと思うんですよ。やっぱり世のため人のためにものすごくね、普段から意識をされている方をなんとか幸せにしたいと思って政治は動くのかなと思うんで、何が言いたいかっていうと、やっぱ不条理を感じたらね、声を届けていかないといけないっていうことなんですよ。胸の中で秘めてるだけでは誰にも伝わらないんで、まあ、ですんでね、この今動画見させていただいて、そこと結びつけることは別にないんですけども、やっぱりね、私たち有権者が賢くなって、この人だったら裏切らないはずだっていう方に投票しなければならないし、立候補した方は一番最初に自分をね、支持してくださった方を忘れてはいけないなと思うんですよ。まあ、マチコさんのね、望むような答えになったのかどうか甚だ自信がないんですけども、今の政治は、まあ、昔もそうかもしれませんけどもね、不満はかなりあります。まあ、ですんで変わってやろうかなという気持ちもありますよね、私には。ただやっぱりね、権力者って叩かれてきてるんですよね、今の菅総理でも麻生財務大臣でも。じゃあそんな人に叩かれるというようなところに行きたい人いるかっていうと、これまたね、いないんじゃないかと思うんで、これからますます国会議員や公務員になる方っていうのは頭打ちになるんじゃないかなと。要するに国民からの妬みとか攻撃があるから、間接的にそういう方は職場を追われていくのかなと思うんですよ。まあ、だからどうすればいいってものが見つからないことは見つからないんですけども、とりあえず困った人を助けれる自分の力をつけておこうかなと思います。まあ、ちょっと今はね、このぐらいしか言いませんけども、いただいた動画見させていただいて、私なりに思うところもあったり、厳しくも緩くも、しないといけないなと。まあ、なんと言いますかね、ちょっと収集つかなくなりましたけども、マチコさん、動画ね、上げていただいてありがとうございます。私も今回ね、またより一層深く考える時間を持ちました。感謝しています。それでは一旦失礼して、マチコさんからメッセージいただいたことをね、喜びながら今夜も眠ろうと思います。ありがとうございました。